はい、それとみたらしさんのね、あとおしっこ、ごめんなさい、はい、で血圧が言いますよね、尿ね、はい、尿も下で調べました。まず色はちょっと黄色みがかった透明ですね、正常です、うん、それから比重、うん、で、まあ、水が 1.0 なんですけど、はい、1.02 でやや低いです、うん、普通は 0.35 以上ぐらい、うんうんうん、ちょっと低い、ってことはお水をよく飲んでるってことです、うんうんうん、ステロイドを使うとよく飲みます、うん、それもありますわね、あと糖尿病になったりするとよく飲みます、うんうん、だから腎臓病が進んでくるとやっぱよく飲みます、うん、だから腎臓病の初期ではあるから、うん、それもあるかもしれないし、この間から水分の量増やしたから、うんうん、それで水分取るのが増えてる可能性あります、まあ、一番はシャビシャビのご飯食べてるからでしょうね、うん、pH 6.5、まあ、正常、7が正常だからまあまあいいですね、それからタンパク、これは1プラス、まあ一応正常です。あと出ちゃいけないもの、ブドウと糖尿病は出てますね、うんうん、それからケトン、うん、脂質代謝が悪いと出てます、うんうん、それからビリルビン、肝臓が悪くなって出ますけど出ません、出ちゃいけないもの出ません、うん、それからあと顕微鏡で見るのを尿沈差って言います、はい、でこれもね、正常です、赤血球出てないし、うんうんうん、白血球出てないし、うん、細胞成分は出てましたけど、うん、そんなに異常な数は出てない、うんうんうん、400倍で20箇所見て1個ぐらい、あとは石の元となる結晶、はい、出てない、あと細菌、ごめんなさいね、汚いして、いやいや全然出てない、だからおしっこは割といいです、まあただ比重がちょっと薄いなというのがそれだけです。でも今聞いてる感じで言うと、その数値的なところで言うとそんなにめちゃめちゃ、うん、っていう感じじゃないですね。そうですね、この子の年齢とか考えるとね、ただインスリンの方があるとかね、リンパ腫があるとか、うんうんうん、ちょっと心臓大きいって、うっ血性心不全で心臓が大きいと、うんうん、だから肝臓もちょっと弱ってきてるとか、うんうん、腎臓も各機能がちょっと強い、うんうん、でこういう子が食べんくなっちゃうとあっという間にガクッといっちゃいますので、うん、よく食欲は拾ってください。そのインスリンの方とか、そのいわゆるリンパ腫とかで、なんかこう、はい、こういう、やっぱ数値がめっちゃ下がって、めっちゃ数値下がるってことは結局調子悪くなっていくっていうことだと思うので、そういうことだからインスリンオーバーで一番大事なのはこの血糖値ですよね、うん、これが60切ってきたら危ないですね、こういうグルコース、うんうん、今120でちょうどいいところであります、うんうん、インスリンオーバーってことはインスリンが出すぎちゃう、うんうん、インスリンというのは糖尿病の人が打って血糖値下げる治療薬ですけど、もともとは自分からね、膵臓から内分泌として出て、その血糖値を調節してるわけなんですけど、うんうん、まあ、食べてばっかりやったかな、あ、そうか、いつがあるか、検査者に入るか、で結局人間でもそうだけど、食べたのかどうかっていうこともあるわけですよね、その今、インスリンの血糖値ですか、血糖値、うん、うん、あります、食べた後はあります、うん、うん、なるほどね、うん、よかったです、はい、思ったより数値も、そうですね、数値だけで言うとね、そんなに、うん、まあ、ね、めっちゃどうこうってことではない、めっちゃではないけど、まあちょっと気をつけとくほうがいいかな、白血球の上がりが少ないとかね、うん、そういうのもあるし、年齢的なものも一応何年過ぎたんだっけ、6年、6歳4ヶ月よね、はい、2014年の11月ということでね、うんうん、なるほど、はい、じゃあすいません、みたらしちゃん出してもらっていいですか。